事故があったのは苫小牧市住川町2丁目の片側2車線の道路です。昨日午後7時半ごろ、犬を散歩をしていた近くに住む浅野豊さん69歳が横断歩道のない道路を渡っていたところ乗用車にはねられ、まもなく死亡しました。警察は乗用車を運転していた三品陽子容疑者66歳とひき逃げと過失運転致死の疑いで逮捕しました。三品容疑者は事故後一時現場を立ち去り、およそ10分後に戻ってきたとみられ、調べに対し人をひいたとは思わなかったと容疑を一部否認しています。警察で引き続き事故の詳しい状況を調べています。